もみじ狩りの伝説の地は長野県戸隠市にあります。もみじの大王は標高およそ2000メートルの切り立つ戸隠連峰の中腹へと平のこれもちを誘い込み、もみじ狩りの宴を開いたのです。鬼たちは戸隠山の隣、荒倉山の岩屋を根城として山里の村々を襲っていました。秋の盛り、あでやかなもみじの精魂が作り上げた美しい鬼女もみじは討ち取られ、手下の墓とともに五輪石となって残されています。